ジ散歩。半田選手は J2、 はい、対戦しました。対戦した、はい、まあ、マッチアップとかなんかあんまりなかったんですけど。なるほど。で、仲良くなりたい選手はこれから全員の選手と仲良くなりたいと思います。あ、もうあれやね、好青年やなこれ模範解答なのこれ。じゃいきますよ、パンパンいきますよ。はいはい、ドン。梶谷の現役時代のプレースタイルは、3択でございます。テクニシャン、総力重視、守備職人。これはちょっと当てられるかな。 OK ですか。はい、お、今回はスムーズに答えが出ました。はい、一斉にせーの、ドン。テクニシャン。どういうこと、総力重視って。いや、迷ったんですけど、テクニシャンと総力重視。あー、違うよね。俺これテクニシャンなんよ。知らんかった。いや、知ってました。知ってたよ。はい、迷いました。なんで総力重視って書いてある。これが梶谷だね。難しいですね。俺の性格、今ちょっと喋っただけで分かるでしょ。そうですね、ちょっと迷ったっす、本当に。さあ、こう来るかなってちょっと思ったんですけど、すんなり言ってもうた。はい、はい、アピールポイントです。まあ、サイドで起点となるプレーだったり、はい、得点に絡むプレーっていうのが、まあ、自分のアピールポイントです。今シーズン の、 あの得点アシストはどれぐらいの目標に。まあ、目標は、まあ、10ゴールを、まあ、攻撃の選手なので目標に頑張りたいと思います。ぜひ皆さん期待しておいてください。杉山選手やります。はい、僕のことは総力重視と言って正解ですけど、僕は思いたくないんでテクニックって言いました。すいません。あ、じゃあいきますよ、次。はい、梶谷が行きたい沖縄のスポットは。これはわかるでしょう。はい、大丈夫です。近づみたいやろな。俺の近づみたいやろ。え、せーの、ドン。いやー、よし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 。なぜ美ら海水族館と思ったんですか。いや、まあ多分練習場はないなと思って。練習場はないね、もう行ったからね。はい、はい、で、まあ、国際通りも迷ったんですけど、はい、あの各スピード的にこっちかなって思いました。ここ最後省いてる。いや、そうですね、この辺の駆け引きね。やはりこう元日本代表のこの駆け引きは素晴らしいですね。はい、ちょっと悪かったな、ちょっとごめんね。はい、じゃあ、とりあえず引いてもらいましょうか。はい、あ、はい、これちょっと聞きたいな。はい、ちょっと完璧っぽいから。はいはい、はい、私ここがちょっと抜けています。あ、でも結構自分抜けてるところが多いんで。あ、そう。はい、天然っていうこと。まあ、たまに言われますね、それは。それは自分ではそういう天然とは思ってないでしょ。はい、みんなからどう見られて天然。あ、これはいくよ、これ。いただきます。うん、お、うまい。いける。サバのなんか味とオリーブオイルの風味が結構効いてる。これ合うんすね、これ。で、ズッキーニとチーズも結構いいアクセントになってるから、これ結構いけますよ、これ。思いのほか。なんか最初のなんか、え、サババーガーかって思ったけど、美味しい。うん。え、それ中にチョコレートが入ってるって。こっちが中がチョコレートが入っていて、こっちがプレーンで周りに黒糖がついてる感じになります。これは絶対美味しいやつやん。こちらも中に島豆腐が入ってるので、ちょっと普通の三段というよりふわっとした感じ。はい、ありがとうございます。はい、すいません、申し訳ないです。あ、大丈夫。これいいわ。
うん。これ美味しい。これ好きやわ。これなんか中ホクホクで、でなんかこうもちもちしてる。なんかあのサーターアンダギーのあのパサパサ感じゃなくて、なんかしっとりふわっとしてる感じ。な外で黒糖が結構甘みがあるから美味しい。これは中にチョコが入ってるバージョン。いきますよこれ。あ、こんな感じや。チョコがぎっしり入ってる。これは絶対美味しいやんね。組み合わせ的には絶対合うよね。うん。チョコ濃厚。これは美味しいね。ここのマーク、これこれいっぱい、なんかこう12個あるんだから、えっとでしょ、これ犬、こっちが、これひよこ違う。ごちそうさまでした。平屋地梶明の原点。アジ散歩。こっちのキャンプに来て罰ゲームがあったんですよ。罰ゲームあって、負けのチームがゴールに入ってこう壁あ、あの、はいはいはい、貼り付けみたいな、貼り付け、はい、で自分完全に勝ってるチームだと思って蹴ってたら、自分のチーム負けてて自分だけ蹴って、おいおいおいみたいになって、分かるでしょそれ。でも自分完全に他のチームだと思ってたんですよ。リブス着てるもんだと思ったら着てなくて、それでゲームやってたでしょそれ。はい、あの試合ミニゲームとかで対決して、そこで負けたチームやね、はい、だいぶミニゲームやってるよね、はい、自分が何色か分かってるよね、はい、それでも自分が勝ってると思ってた、はい、はい、すごいな。それはちょっと天然やな。私生活でもなんかありそうやね、でもね。それはそうです、多分自分が気づいてないだけで多分あると思いますね。キャンプちゃんとボディーソープで洗ったりとかして。いや、それはないです。それない、はい、さすがに、はい、かー、それはちょっと天然っぽいな。はい、次いきますね。ちょっとまいりますよ。梶明が海に向かって叫ぶ言葉といえば、これは簡単ですね。まあここ沖縄ですからね。沖縄のなんかそういうなんかついつい旅行とかこういう仕事でこうね、沖縄の地を踏み入れたらついついその方言出てしまいますよね。沖縄の方言でも自分はもう分かんないですね。まあでも結構有名っちゃ有名やね。だ誰でも言うよねこれ。なんか、あー楽しいなーみたいな、あー、うん、これから楽しい食事だー、その後になんかパーンって。これは意外と難しく考えすぎてたかな、ちょっと杉山選手は。意外と簡単やったと思う。いきますね。はい、これちょっと一生取りたいですよね。はい、いきます。せーの、ドン。チームドゥンドゥン。言いますか最高ちむどんどん言いますやん。沖縄に来たらちむどんどんですよ。本当ですか。ちむどんどん意味分かります？分かんないです。ワクワクするとかですよ。最高って何なんですかそれ。いやなんか沖縄弁でも何でもないでしょそれ。沖縄弁分かんなかったんで、ハイサイとか、あーはいはい、ベンサオレーとか、いやって言って普通のが来るかなってちょっと思いました。そっち、はい、くー、やっぱりテクニシャンやね。読みすぎるとこあるね。これでいきます。はい、はい、どうぞ。ガンバ大阪に移籍を決めた理由。上のカテゴリーでというか、やりたいっていう気持ちがずっとあったので、うん、モンハンもらった時はもうすぐに行きます、はい、感じで即答だそうです、はい、もう迷うことなく、はい、まあ、今年はね、多分その迷いもなく素晴らしいプレーを見せてくれると思いますので、皆さん杉山選手意外とシャイですね。はい、人見知りですよね。そうですね。ですよね。
皆さんどんどんあのファンサポーター、まあ、コロナ禍であんまり話しかけるとかそういうのはないとは思いますけど、あのそういう選手なので皆さん応援、皆さんよろしくお願いいたします。はい、右サイド切り裂いていきます。杉山選手10得点、はい、はい、頑張ります。じゃあ今日はもうお疲れのところありがとうございました。はい、杉山選手でした。ありがとうございました。江川雄星選手に来ていただきました。ありがとうございます。お願いします。どういうのかも全然わかんないでしょ、カジさん。全然わかんない。こんなストレートに言う22歳初めてオファーしてもらえたんで、そこは嬉しかったです。調子ぶっこいてるな。そんなことないですよ。